大恩寺は、愛知県豊川市水戸町水戸山山6にある浄土宗の寺院。3号は水戸山。陰号は浄土新院。本尊は阿弥陀如来。創建年代については不明であるが、九だの創栄館によって、新宮山に創建された浄土院に始まるという。室町時代に入り1477年、松平氏創家第4代、松平地方の会期、 増上寺海山聖里氏の弟子で、後継寺二世だった両赤月経前の海山により、新宮山に中興されて、浄土州に改められた。また、次号は、新宮山大雲寺と改められた。その後、松平地方により、現在地の水戸山に移され、1493年には、市位の着用が許された。海山の両赤月からは、松平地方の第四子孫牛や、 徳川将軍家菩提寺大輝寺を解散した、愚亭、玉林、君公などが学んだ。松平氏や、牛久保城城主三河牧野氏の家を松平氏に大恩があったとし、徳川家康の父、松平広忠により、大恩寺と解消された。江戸時代には、江戸幕府から衆院状が与えられ、寺周辺の保育軍、広石村103国一都四章四号が、治療であった。 漢文12年、牧野忠明の娘を正室とした第四代、大垣藩主と出し審により、三門の寄審を受ける、第四寺三門。ありがとうございます。